対処するとね、うん、それがまだ出てこないから、うん、水野さん、一人でね、私たちはですね、今回報道された、水野参事官の、ツイート問題、大変残念に思っています。副校長に対してですね、今こそ原点に立ち返って、原発事故子ども被災者支援法の実施を急いでほしい、そういう思いでやってきました。副校長の皆さん、福島の人たち本当に苦しい思いをしています。10万人を超える避難者の方々がですね、避難先で生活苦にあえぎ、賠償を打ち切られている人もいるんです。皆さんもちろんご存知でしょうね。これがですね、原発事故子ども被災者支援法というのは、被害者の方々、とどまっている人も、避難をしている人たちも、そして私たち支援をしている者たちにとっても一筋の光なんです。校長の皆さん、聞こえますでしょうか。うるさい市民が来たというふうには思わないでほしいんです。被弾したとかそういうことは思わないでほしいんです。確かに厳しいことを言うかもしれません。でも被災者の思い、市民の思いを受け止めて、原発被災者の支援を行っていくのが皆さんのお仕事なんです。私たちは水野参事官の今回のツイートを大変残念ではありますが、これは水野参事官だけの問題ではないと思うんです。副校長の皆さん、これを機にぜひ原点に帰ってですね、原発事故の被害に苦しんでいるたくさんの人たちの声をぜひ聞いてほしいんです。被害者の声を聞くための常設の機関を作ってください。私たちはもう1年もそれをあなた方に訴えてきました。個人プレイヤーもうダメなんです。市民が主催の、あるいは議員が主催の集会に副校長の方が来て、うんうんとうなずいてる、その光景は最初見て、最初は期待したんです。水野参事官が郡山まで来てくれて、本当に被害者たちのつらいつらい話を聞いてうなずいてる姿に、私はひょっとしたらやってくれるのではないか、そう思いました。でもそういうことが何度も何度も重なりましたよね。一向に原発事故子ども被災者支援法は実施に移されていません。現にもうそろそろ1年経つのに何一つ予算化されていないじゃないですか。3月の上旬に校長が復興パッケージというものを出しました。でもこれは全ての町長の被災者支援関係の被災支援ですね、どちらかというと、被災者関係の支援関係の今までの政策をドッキングしただけですよね。原発事故被災というのは、もちろん津波地震、大変な被害が出ています。それに対する救済ももちろん重要です。ただそれでは済まされない、汚染が長引く、なかなか家に帰れない、なかなか復興が進まない、そして放射線被曝、科学的には解明できていない被曝の問題、そういう特殊
殊な性格があるから原発事故をこのまました支援法を作ったんじゃないんですか。そういうふうに法律にも書いてありますよね。 ですからその法律を今ある法律を普通に実施してほしいんです。校長の皆さん多分もう100問ご存知だと思います。あなた方が責任を負っているんです。10万を超える故郷を失った原発事故の被害者の救済はあなた方が責任を負っているんです。ぜひ使命感を持って迅速に取り組んでください。被害者の方々は追い詰められています。避難先で仕事が見つからない、住宅の今災害救助法に基づく住宅支援が行われているわけなんですが、毎年毎年更新です。でこの間私たち政府の方々とお話をしました。厚生労働省の方とお話ししました。災害救助法というのは緊急事態に対処するための法律です。そういうふうにおっしゃっていました。 ですからいつまでもいつまでも災害救助法を使うわけにはいかないんです。原発事故子ども被災者支援法が制定されたから住宅支援についてはこの支援法にバトンタッチしていつまでも災害救助法による、借り上げ住宅の支援を行うわけにはいかないんです。厚労省の方はそうおっしゃっていました。それは正論だと思います。ただね、私たちとしては全然実施されていない原発事故子ども被災者支援法を期待できないじゃないですか。それであるんだったら今ある法律を使ってほしい、そういうふうに厚労省の方には言いました。ただだからといって今ある法律では今福島にとどまっている人、避難している人、帰還している人、全ての人たちを救うわけにはいかないんです。とりわけ自主的避難を強いられている人たち、賠償金ももらえず大変経済的な困難に直面しています。それから健康被害の問題だってあるわけなんです。先般福島県の発表によれば甲状腺がん確定12人、疑い15人、そういう状況になっているわけなんです。福島のお母さんお父さん言うに言われぬ不安を抱えているわけなんです。そういったその被爆の不安すら語れないようなそういった空気が流れているんです。被爆の問題を語ると復興の邪魔になる、復興の邪魔を しちゃいけないから被爆の問題には口を閉ざして不安だから我慢していよう、そういうような方々がたくさんいらっしゃるんですね。私はそれは間違っていると思います。ただそういう現状があるのが確かなんです。国として責任を持ってこの原発事故子ども被災者支援法第13条の規定に基づいて全ての被災者の子どもたちに甲状腺がん、福島県外でも必要です。甲状腺がんのチェック、甲状腺のエコー検査をしてください。それだけではないんです。今、心電図や血液検査も含む、健康診断というものが被災避難地域から避難した被災者の子どもたちにしか行われていない現状があります。でこれは非常に危険な話だと思います。ぜひこの血液検査などをもっと広い範囲で十分実施してほしいんです。でそのようにですね、千葉県のお父さんお母さん方、埼玉県のお父さんお母さん方、栃木県の保護者の皆さん声を上げているはずなんです。多くの福島県外の自治体でですね、原発事故子ども被災者支援法に基づいて自分たちの地域を支援地域にしてほしい、たくさんの自治体が決議を出して決議を上げているんですね。これは全国の声なんです。福島県そして福島県外の、地域について子どもたちの健康診断を進めてほしい、これは全国のお父さんお母さん方の願いなんです。私たちもそう思います。広い範囲で健康対応してほしいんです。それは環境省の仕事かもしれません、厚労省の仕事かもしれません。ただ原発事故子ども被災者支援法については校長の皆さんあなた方が責任を持っているんです。あなた方がいろんな省庁の調整を行ってこの原発事故子ども被災者支援法の実施を急いで
一種の責任感を感じているんです。ただそれは政府の役人である皆さんこそ感じてほしいんです。この危機感、この焦りを皆さんもぜひ共有してほしいんです。あなた方もお父さんお母さんだと思います。普通の家光は普通の市民だと思います。けしからんことがあればけしからんと思うに違いますありません。原発事故の時もすごく心配したんじゃないでしょうか。ぜひそのことを思い出してほしいんです。原発事故子ども被災者支援法、あなた方の送検にかかっています。私たち力のない市民ではもはやこのたくさんの被害者の方々の救援をすることはできないんです。私たちも市民団体として頑張ってね、こういうプロジェクトなんかをやっていますが、せいぜいもう数十人なんですね。雇用に受けられることができる、雇用できる子どもたちは数十人なんです。しかもその期間というのはせいぜい頑張って3日とかそんな感じなんですね。やっぱり行政が動かなければ今の福島の問題は解決できないんです。福島の皆さん、そしてご通行中の皆さん、ぜひ福島の問題期間を持ってください。福島の人たちは声を上げないかもしれません。非常に静かに悩んでいる人たちがたくさんいます。そういった状況を分かってください。この小さな福島の苦しみの声に耳を傾けて、ぜひ公聴会を開いてください。そして常設の福島の被災者、そして福島県外の人たちの声を聞くため、そして私たちの市民の声を聞くための常設の協議会を作ってほしいんです。原発事故子ども被災者支援法、昨年の6月21日に制定されました。その時私はその国会での審議を見て本当に涙が出るほど嬉しかったんです。あなた方がこの実施の責任を持っているはずです。ぜひ間もなく1年経とうとしています。もはや福島の問題はこれ以上待てるような問題じゃないです。水の3時間の追悼問題は私は小さい問題だと思うち大きい問題なんですが、それで終わってしまってはいけないんです。水の3時間をね、どんな処分になさるのか私は知りませんし、実はあまり興味もないんです。水の3時間の問題だけではなくて、原発事故子ども被災者支援法が現に塩漬けになっている、実施されていない、そして多くの人たちが苦しんでいる、この現実を見てほしいんです。水の3時間を処分してそれで終わり、そんなことは許されません。私たちは許しません。ぜひ原発事故子ども被災者支援法を一刻も早く実施に移してください。市民の声を聞いてください。そして被災者の声を聞いてください。以上です。では、コールしていきましょう。支援法を進めろ、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 避難支援進めろ、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 子供を守ろ、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 1ミリ守ろ、1ミリ守ろう、1ミリ守ろう、1ミリ守ろう。それではですね、私の方から、私たちは、水野参事官に、左翼のクソどもと、知性のケチとしたやつだと、言われました。その3月7日の集会は、決して罵声が飛んだ集会ではありませんでした。専門家の方がその健康管理の必要性、それを福島県外にも拡大する必要性を、しっかりと訴えて、そして静かに、水野参事官、そして環境省の方に、訴えた、そういう集会でした。私たちはその集会でそういう、水野参事官が、考えを持っているとついも、知らず、非常に驚いております。そしてそれだけではありません。その翌日の、水野参事官のツイート、何と書いてあるか、白黒をつけない、そういう判断もあるんだ、それを関係者で合意した
関係者の間で白を黒をつけない判断を合意していたというふうに書いてあるんですね。一体これは何のことでしょうか。その後3月17日には支援法パッケージなるものが出てきました。しかしその中身は、支援法に基づいた施策はほとんどなくですね、それ以外の、それぞれの省庁が、その災害に関する法律に基づいてすでにやっていることをですね、まるでこの支援法に基づいてやっているかのごとく、ただただ、やっていることを羅列しているだけ、しかも、避難者に対する支援は皆無、この避難者にも残留者にも、そして帰還希望者にもきちんとそれぞれの選択を尊重した上で、支援を行っていく。そして、健康管理については国の責任で、福島県外を含めて、国民の健康を守っていくんだ、その中身とは程遠い、そういう支援パッケージでした。これのことを指しているんでしょうか。このような曖昧な形で白黒をつけずに、上向きな形で進めると、それを関係者の間で合意した、これは単に水野参事官個人の問題ではありません。副校長ぐるみで合意した、政府ぐるみで合意したということでしょうか。これまで、支援法は1年経ちますけども、塩漬け状態、中身が一向に進んでいません。そして水野参事官のツイートを見る限りでは、具体的な仕事をしないことが仕事だ、それをいかにやっているかのごとく見せるのか、それが仕事なんだ。そのためにはどこから党本部でビールを運ぶし、集会に出ていろいろうるさい連中がいるのを、黙って我慢してを聞いてるし、それが俺たちの仕事なんだ。副長皆さん、本当にそんなことを考えてるんですか。出てこい。私たちは皆さんがそこまでひどい人たちだとは思っていません。でも現実にこの支援法の中身が進んでいない、この歴然たる事実があります。ぜひこの水野参事官の問題、復興庁の組織ぐるみで何を行われたのか、はっきりと白日のもとにさらしてください。そして一刻も早くこの支援法の具体的な施策を進めてください。占領の基準が決まらないから進まない、そう言います。そしてそれは規制庁規制委員会に、頼んでいる。年内いっぱいはかかるだろう。何ですかそれは。ただただ先送りするための公約に過ぎないじゃないですか。そして規制庁規制委員会に占領基準を頼んだらどんなことになるのか、私たちはよく知っています。放射線防護が必要だ、そのためにはガラスバッジをつけろ、それが結論です。ガラスバッジをつけたところで先導は放射線の防護にはなりません。でもガラスバッジをつければ見かけ上線量が低く表示されて被曝防護されているかのごとく見える、そのことを規制庁規制委員会はよく知ってます。でそれをずるずると年内かけて何も言わずに、そして、何もせずにただ時だけが経っていく。そして出てくる結論はガラスバッジ。今と何も変わらない状態でもう線量は下がった、だから帰りなさい、賠償持ち切ります、そんな恐ろしいことが、行われているように、思います。そのことは、この支援法の、理念の1から10まで1から100までどこにも書いてないです。改めてその線量の基準、もう国の法律で1ミリシーベルトが公衆の線量限度だともう決めてるじゃないですか。もうわざわざ、何も規制庁規制委員会にお伺いを立てる必要はありません。そして支援法の中にもちゃんと書いてあります。低線量の被曝については、よくわからないことがある、だから予防原則的にもう動きましょう、対処しましょう、そんな風に
すでに書いてあるわけじゃないです。ですから早急に線量基準を1ミリと定めて、具体的な施策をもうすぐ、始める。それを即行わない限りは、私たちはこの、水野参事官と同じ考えを持つ人たちが規制庁の中ではゴロゴロ、いる、復興庁の中にゴロゴロいると、いうしか、考えることはできません。ボリュームを下げます。ぜひ今後早くこの、被災者支援法の具体化を図ることによって、皆さんが本気にこの、福島の問題向き合う気があるんだという姿勢を見せていただきたいというふうに思います。それでは、討論していきましょう。支援法を進めろ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 。子どもを守ろう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 。大人が守ろう。現状をですね言うんですけども、もう町民の人たちはですね動きができなくて、もう狭い狭い牧場のですね、避難住宅にですね住んでですね、もう体も心もボロボロだというふうに言ってました。それはこの復興庁がですね頑張ればですね解除できるわけですよね。この1年間もなんでこんな待たせるんでしょうかね。おかしいですよね。おかしい。それなのにですね、急いでるのですね、霞ヶ関の、課があるわけですよ。我々は先ほど、現地の規制委員会、規制庁に対して抗議投票してきましたけども、彼らは急ぐ必要はないんです。そのままでいいんです。で、危ないものはダメと言えばいいんです。これは逆じゃないですか。急ぐべきものところに急がないで、急いでいないところも急いでる。これが安倍政権の総体じゃありませんか。そうだ。これはお間違いですよ。しかも、言葉で汚い言葉を使って、早く産むなとか、ミスとか使って、これは彼らのたまたま出たツイッターの言葉じゃなくて、本音を表しているんだと思います。それで、この本音は逆に私たちは聞けてよかったと思ってます。これが本音ならば、彼に対して我々は戦うすべが方法はあるからです。これが国民に伝えてですね、本当の復興庁、これはまずいということですね、伝えたいと思います。復興庁の皆さん、しっかり仕事してください。よろしく。国民は君たちを見てるぞ。監視してるぞ。以上です。国民舐めるな。校長の皆さん、こんばんは。ちょっと来るだろうなというふうに思っていたと思います。私たちも5年この子ども被災者支援法ができてからこの1年間、何も本当に被
してこなかった仕事をあなたたちはしてこなかった、そのことに対して私たちの期待感がどれだけだったかということを本当にご存知だったんだろうかというふうに思います。福島では今でもあの高い放射線量の中に放射線量の中であの中部の人たちは暮らしています。福島も郡山も放射量です。年間1ミリシーベルトなどというものは守られていません。先日郡山を訪ねましたけれども、とても高い線量でした。毎時 2.27 とか公園で普通にそんな線量が計測されるような、そんな中で彼らは暮らしています。今でも 3.11 の後にガソリンを求めて長蛇の列を作って、寒い中10リットルのガソリンを入れるために並んだその記憶があるから、未だにそこに出て帰ってくると車はいつもバンターにしていると言います。彼らは今あの福島が全然収束しない中でとても不安を抱えながら生活しています。そしてあの福島の放射線から逃げ出したたくさんのお母さんや子どもたち、そして家族も自分たちの生活が全然安定しない中でとても不安な中で暮らしています。そんな中で去年できたあの議員たちが本当に一丸となって作ってくれた子ども被災者支援法は本当に希望だったはずなんです。でもあなたたちは本当にそれをきちんと具体化して予算をつけて、きちんとそれを施工して、福島から逃げた人も今住んでいる人たちもちゃんと暮らせるようにしてくれるのが仕事のはずでした。でもあなたたちは一切その仕事をしませんでした。何の仕事もしないで放棄して、そしてたくさんの地域を回りながら声を聞くようなふりをしただけでした。そんなことが本当に許されていいんでしょうか。私たちは福島の人たちやあの今回被災したいろんなあの復興のために高い税金も OK しました。それはきちんと福島の人たちや被災した人たちのために使われることが前提です。何も使わないまま法律だけ作ってそのまんま放置しておくために、私たちはそのことを認めたわけではありません。きちんとあなたたちが主体的に仕事をしてください。いろいろなこの占領もこの間確かに言ってました。彼も占領が決まらない中でとか言ってましたけれども、そんなものも自分たちで決めたらいいんです。あなたたちにはそれぐらいの権限があります。復興庁は何をするのが一番大事なのか自分たちで主体的に考えて自分たちでちゃんと仕事をしてください。たくさんの人たちが見捨てられたまんまで、今あの戦場の高い福島県に帰ろうというふうに考えて帰り始めているそうです。山形の知人もそうです。もう生活ができない、とても不安だけれども、子供をあの高い線量の中で置いて暮らすのは不安だけれども生活ができないから帰るというふうに言っています。そんなふうに見捨てることはできません。私たちはちゃんと仕事をしてください。ちゃんと出来上がった法律に息を吹き込んできちんとしたものにしてください。全く進んでないまま1年が経ちました。
灯火みたいなものなんです。それを工場の皆さんと共に私たちは作っていかなければいけないと思って1年間頑張ってきたんです。それなのにこういったツイートが流れたことは、私は流されていたということは本当にびっくりしました。もしかしてなんか政府工場に出ていて、別に工場の方だけじゃなくてどこの官庁の方も工場に出ている方が、まあ、全員ではないんですけれども、早く終わんないかな、もううるさいなっていうような顔をしているような人たちも今までいました。ですが今日はあの鳥山から避難している長谷川さんもおっしゃってましたが、それでも人として必ず通じているところがあると思って今日まで頑張ってきましたと言っていましたが、それがそうではなかったということが分かり、とても残念だし悲しい思いです。それは私も同じです。ですから校長の皆さんが、皆さんがこういった思いではない、もっと真剣に向き合ってこの支援法をきちんとしたものを作ろうとしてくれているという人がまだ本当にたくさん残っているということを、私はまだ信じたいと思っています。できるだけ早く、そしてちゃんと実効性のあるものを、もう本当に1ミリシーベルトとか言ってないで1ミリシーベルトでもう決めちゃっていいじゃないですか。それをなんでこんなに1年間も伸ばしているのか、もう2年半経ってるんです。本当におかしいんです。ですからもう工場の皆さん、あのどんどん私たちと一緒に進めていきましょう。政治家が動かないんだったら私たちと一緒に動かしましょう。本当にあのちゃんとやってください。あの本当に専門家に聞くんじゃなくて当事者に聞いてください。私たちに聞いてください。そして私たちと一緒に作ってください。今あなたたちにお願いするしかないです。今私たちはそういう国の制度の中にいるので、復興庁の皆さんにお願いしますと言わなきゃいけないんです。ですから本当に真剣に真面目に当事者の気持ちも考えて仕事をしてください。お願いします。
も弱っているのを見て、なんかそういう大きなことじゃなくて、友達一人もなんか笑わせてあげられないと思ったら、もう本当にいても立ってもいられなくなってしまって、長くなっちゃうんですけど、友達から聞いた話をそれだけ聞かせてください。友達が、望んでいることが2つありました。すごく強く望んでいることが2つありました。1つは住宅です。今、長野の展示をされている住宅に、緊急時の災害に、その法律によって臨時で立っているんですけれども、先ほどこちらの方が言ったように、更新更新でいつまで住めるかわからない、で更新できるかもわからない、それから更新があるかもわからない、まず家がとても不安だということです。住むところです。もう一つは、子供が2人いて、彼女も子供の異変があって避難したんですけれども、今テレビなどでは福島の人たちに広く健康診断がされているような、そういう報道が見られるんですが、全然違います。少なくとも彼女の子供は国の支援では受けていませんし、彼女は市民の基金とかそういう他の募金によって長野で受けることができたそうなんですが、甲状腺の検査、彼女の子供が小学生以下の、まだ3歳の子がいるんですが、いないです。その子は甲状腺の検査が長野で受けられないというふうに言われたそうです。それは理由はいろいろあったと思うんですが、でその時に先月5月になって、やっと福島からその受けられなかった子どもが福島でならそのエコー検査を受けられるという郵便が届いたそうで、私は本当に5月っていうのに驚いたんですけれども、それでも福島に帰らなければ受けられません。移動費はどうすればいいですか。そして彼女が本当に望んでいるのは、検査をきちんとした検査を、血液検査、尿検査含めたきちんとした検査をして、定期的にして、希望する方にして、それで何かあったらすぐに対応する、早期発見です。早期発見で早期対応です。投資したらダメなんですよ。それを本当に強く望んでいて、今は、上の子が検査を受けられて今は大丈夫だったんです。でもいつどうなるかわからないという不安が、彼女の数ヶ月間は出てしまったから、そのことがあるから、それから食べ物のこともありますし、どうなるかわからない、家もどうなるかわからない、子供の体もどうなるかわからない、それでどうやってこの先
か広く知ることが大切だと思って、子供被災者支援法は、彼女のように避難して生活している人にも、とどまっている人にも、迷っている人にも、そこが重要なんではなくて、その人たちが個人で望む支援、それを聞いて保障していくっていうことが法律に書かれているんです。いろんなところから声を聞いて実行してほしいんです。私が言ったのは、彼女の避難した生活をしている彼女の声ですけども、とどまっている人にはとどまっている人のいろんな意見がありますので、どうか皆さん受けてください。終わりたいと思います。校長の皆さん、ぜひですね、初心に帰って原発事故子ども被災者支援法を一刻も早く基本方針を策定し、策定にあたっては被災者の声、支援者の声、市民の声をよくよく聞いて、ぜひ皆さんの役割を果たしてください。じゃあこれで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。園長の皆さん、お疲れ様でした。Thank you.